前回のお話、陽介は茜から赤ちゃんができたと告げられたことについて悩んでいた。記憶がまだ定かでないこんな時に受け入れられないもの仕方がない。というのは嘘なので信じる必要がないのだが、当の本人にはわからないので悩んだ。とにかく悩んだ。そんな陽介を見た葵は茜に対して不信感を抱いており、陽介に話をした。それと同時に葵は陽介への気持ちがどんどん高まっていった。それでは行きましょう。ハッピーストーリーズお母さん第34話、襲われる。言葉に色がついていたなら、気持ちも多分見えるようなものって、もやもやとドキドキなんてとても見れたもんじゃないよ。さりげなくわざとらしい都合主義、嫌いじゃない、もつれたのは慣れ合いの果ての、もうはがんだり畳めたり、揺り戻しても見えるはずなくて、手触りが一番怖い。
原因。店長、さっきのお客さん何だったんですか？青い。そうね。何か最近多いわね。店員。そうですよ。間違いなくご自身でオーダーしておいて、その料理が出てきたら注文したのと違うなんて、絶対にあれ嫌がらせですよ。最近、青いのお店に立ちの悪いお客が頻繁に出入りするようになっていた。店内で大きな声を上げるなどして、周りの客のことなど一切気にしていない態度で、そのおかげで青いのお店の常連客や一般のお客さん足が遠のいていった。店員、これ絶対に営業妨害ですよ。店員はふんがりしていた。しかし青いには心当たりがあった。あのメモ書きが置かれて以降、このようなことが起きるようになった。青いは茜のことを疑っていた。陽介に青いのことを前かのと教え込んでいたことがあったからだ。ある日事件が起きた。この日はクリスマスの準備で店が忙しく、いつもより帰りが遅くなってしまった。当然外は真っ暗になっていた。街灯のあるところでは良いが、街灯がないところでは真っ暗になる。そんなところに青いは一人で帰ることに心配をしていた。青いの後ついてくる足音が聞こえた。最初は気のせいかと思っていたが、青いが小走りに走るとその足音も小走りになり、青いがゆっくりになるとその足音もゆっくりになる。明らかに青いをターゲットにしている。青いは焦った。自然と歩みは速くなっていった。すると後ろからの足音も速くなっていた。まずい、このままでは追いつかれてしまう。とにかく青いは走った。追いかけてくる足音がなくなっていることに気づいた。後ろを振り向いた。足音も聞こえない、姿も見えない。やっと逃げ切れた。久々に全力で走ったので足がパンパン。青いは安堵して正面を向いた。青いはどうなってしまったのか、大丈夫なのか。続く。